で僕らどんなことを刻むの。戻らない戻れないこの一瞬を噛みしめて、西宮ある通りとなすことで
君を待っているはずだ。胸の奥で今にも愛されそうな思いを抱えているなら、ここで吐き出そう。その時溢れ出した涙は君自身のかけら、偽る必要なんてないよ。泣かないことは強さじゃないか。こんにちは、春日と言います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと一個だけ言いたいことがあんねんけど、いいですか？なんちゃダメです。ダメです。言わせてください。はい、どうぞ。一番目にダンちゃんですってめっちゃ元気よく言ったけど、はい、その面なんや。どういうこと。ちょっとまず謝りたいことがあるんです。はいはい、すいません。ここの本拠地はやっぱりね、六甲おろしで有名な阪神タイガースです。そうね。でもただ、はい、正直に言うと僕ら阪神嫌いなんです。あ、そんなこと言っちゃう。ここで言っちゃう。実は僕ら、はい、横浜ベイスターズファンでして。そうですね。女性ばっかりからちょっと伝わらんかな。そう、ちょっとあのポカンとしてる感じがちょっとこう広がってる。でも今日は尽きるで。あ、そうだ。いや、でもまあ横浜ベイスターズファンで、やっぱもうちょっと申し訳なくやった方がいいんちゃうかなって俺思った。どういう風に？やっぱりちょっとこう元気はつらつじゃなくて、ちょっと俺ら今日は引いた身で、やっぱ本拠地じゃないから、そう、まあ、敵やから、アウェイやから、みんなからしたら。そうかもしれんけど。だから次の曲はね、もうちょっと静かに、もうほんまにこれぐらい、まあ、元から静かな曲やけどな、なんかこれぐらいの声で聞こえへんね。マイクあってよかったなと思うぐらい聞こえへん声。まあそんなことでね、ちょっとアウェーな地ですけど、今日だけは皆さんお願いです。オールスターの気分で見てください。もうアウェーにしてるの自分やけどな、完全に。なんなんそれ。ちょっとみんなが分かるネタ持ってくればよかったな。はい、こんな僕ら春日です。します。ね、一応ツイッターね、やってるんですよね。やってますよ。やってるんで、あえともそのアカウントをまた僕が言うんですけど、アットマークの後にハルヒミュージックってそのままもう今度はアンダーバーないですんで大丈夫です。ハルヒミュージックって入れていただけるとね、僕らのツイッターのアカウントと、あとそこからホームページも一応彼陽介くんが作ってくれたんで、そのページに飛べるので、ちょっと一回見ていただけるとね。そうですね、そのページクリックしていただくとヤフーオークションに飛ぶので、どうぞよろしくお願いします。何をオークションされる。もうマイクなしで言ってしまった今。島村楽器さんの楽器をオークションにて販売しております。してない、してない。そんな協力して提携してないから。歌いきましょうか。そうですね。いきましょうか。じゃあ最後の曲ですね、さっきのちょっと激しい感じから一転、静かな曲を歌いたいと思います。この季節にぴったりかなと思います。聴いてください、雪花。遠く
離れた君に手紙を書いて窓を曇った窓を手で拭き空を見上げたそう言えないゴミ箱に積もる真っ白な思いは焼き焦がれて自分を騙して遠ざかろうとしただけれど思うたび埋もれ消えてく雪が風に漂って君の街まで舞い降りてく傘に遮られるでしょう白く変わらず残ってゆく形は変わっていてもぬくもりは途絶えることない黒な世界に雪花を咲かせ続けたい海辺を白い吐息を合わせ歩いたあの頃にはもう二度と戻れない胸の内を明かしてしまったからそっと耳元でささやいて丸く強がって笑ってさよならしたね震え出す怖い色と潤み出せたい雪が風に漂って君の街にまた春日でした。